やつがあるか。拳銃は最後の武器だ。我々は忍者部隊だ。極東の新興国タルオスに反乱軍によるクーデターが起きた。だが激しい戦闘の後、反乱軍は山中に追いやられ、再び反撃の機会を狙っていた。一方、政府軍は厳重な封鎖線を持って彼ら反乱軍に新たな武器の輸送されるのを妨害。不気味な緊張が続いていた。ちょうどそんな頃、突如その静けさを破って、しかしおかしな話だ。クーデターを意図する反乱軍がゲリラ同然の部隊になってしまったからといって、非武装の罪もない部落民を殺さなければならない理由はないはずだ。それなんだ。世界連合でもそこに重視、特に君たちの活躍に期待してきている。政府軍の仕業でないことはもちろんでしょうが、反乱軍の仕業だという証拠もないわけですね。うん、何しろ事件の起きた場所が全て人里離れた偏僻なところで、警戒線から遠いところばかりなんだからな。目撃者もいないんだ。ゲリラが籠城するための食料強奪ということでは？もちろんそういう見方も一度はしてみたそうだ。だが食料の貯蔵庫はそっくりそのまま手もつけられずにあったそうだ。目的も正体もわからない襲撃というわけですね。うん、目立たぬよう小型潜航艇を準備してある。すぐ出発してくれ。はい。忍者部隊は直ちに小型快速潜航艇に分乗、タルオス共和国に向かった。こちらは月光、タルオスの海岸まであと4回。直ちに全潜航艇は3回分散して上陸した後、各自に行動を開始。任務集合地点などは出発前の指示通り。分かったな。了解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 。では成功を祈る。3回。
しっかり、しっかりして。大丈夫。私はあなた方の敵じゃないわ。心配しないで。さあ。ありがとう。あなたは？心配いりません。それより、あなたはどうしてこんなひどい目に遭ったんです？私、ルナと言います。この部落の者ですが、今まで平和に暮らしてきました。それなのに、今朝突然。何の理由もなしに？ええ。もう少し詳しく聞かせてください。恐ろしいことです。私たちはただ、部落を通る車を見ただけなのに。車を見ただけで、こんなひどい目に。反乱軍の車？見たこともない車でした。乗っている人たちの服装も。その上、車の上にはたくさんの武器や弾薬が積んでありました。武器や弾薬？分かったわ。え？あなたたちがその武器や弾薬を見てしまったから、敵は殺そうとしたのよ。きっと反乱軍に武器を売り渡そうとする死の商人たちの仕業に違いないわ。死の商人？秘密を守るために目撃者を殺してしまうのよ。これまであちこちの部落で同じようなことがあったのよ。そしてその武器でまた殺し合いが始まるのよ。平和なこの国は硝煙に追われ、意味もなく大勢の人が死んでいく。そうだ、反乱軍の陣地を探し出し、そこに潜入すれば死の商人たちの手がかりをつかむことができるはずだわ。すぐに出発しよう。今のうちなら間に合うかも。どうしたの？傷が急に。弾が残ってるわ。水はどこ？外の井戸。帰りはいつも今日のように車を売っちまって歩いて帰るんですか？そうだ、武器さえ運んじまえば車なんかない方が人目につかなくていいからな。うん。水を飲んだらすぐ出発だ。あと一息だからな。見たことあるかい？いや。今のは確か女だったようだが。どこ行けたんだろう。妙な術使いやつだ。おかしい。今の催眠をかきかないはずはないの。水を飲まなかったとしたら、なぜかしら。声聞いた。チキショー、惜しいことしたな。もう一方ってとこで取り逃がしちまった。俺たちの話を聞いちまったに違いない、うん、まずいことをしたな。その通り。お前たちは全くまずいことをしてくれた。隊長、
どうしてここへ。お前たち輸送隊の行動は常に俺が見張っていると言ってあったはずだ。今お前たちが催眠薬入りの水を飲もうとした。俺は気の身の解毒剤を投げ込んでお前たちを助けたのだ。気の身の解毒剤？じゃあさっきの。そうだ。俺は毒や催眠剤入りの水は一目でわかる。どうやらあの小娘が投げ込んだらしい。それだけじゃない。あの女が投げた妙なものを途中で叩き落としたのもこの俺だ。これは八方知る剣といって日本の忍者の使うものだ。忍者？どうやら一番まずい相手にお前たちの話を聞かれたらしい。しかし隊長はどうして。何もかも見通しだと言いたいんだろう。実は西洋の魔術使いが使ったといわれる秘術を俺は身につけている。そんなバカなことが。と思うだろう。だが事実。これでさっきからのことは分かったろ。なお一言付け加えておく。我々ブラック団の親衛隊の者は皆この秘術を訓練中の者ばかりだ。我々がいる限りお前たちは何者をも恐れる必要はない。安心してブラック団に対する忠誠の誓いを果たしてくれ。はい、ご期待に沿うよう努力します。ところであの女が忍者部隊だとすると、すでにその仲間も来ているはずだ。俺はそっちの方の手を打つために急いで帰る。お前たちは女を探し出して消すんだ。何が何でもな。はい、はい、武器を反乱軍に売り渡しているという重大な秘密を嗅ぎつかれたんだ。失敗は許されないぞ。はい、早く女を探すんだ。おい、よし。今隊長と呼ばれたの男の後を追えば恥とは突き止められる。だけど私はやっぱりこの人このままにしてはいけなかった。病状はすでに手遅れかもしれないけれど。その頃すでにそれぞれの偵察任務を終えた月光たち忍者部隊の一同は、タルオス共和国の首都ドニエットの郊外に近いあるホテルの一室に集まっていた。そこは前もって指定されていた秘密の集合場所である。タルオス政府の方は俺が全部手を打ってきた。ところで偵察の方はどうだった。我々3名の方は何ら手がかりが得られませんでした。残るは三日月だけです。うん、三日月か。それにしても遅いな。すでに時刻を1時間も過ぎております。何か変わったことでも。あ、勝手知らぬよその国だ。たまにはそういうこともあるだろう。あまり心配せずに待とう。もう大丈夫よ。
ありがとうございました。いくらか楽になって。とてもよかったわ。でも私は医者じゃないからこれ以上のことはできないのよ。町へ行ったら必ず血をよこすようにしますから静かに寝てるのよ。行かないで、私怖い。でも私には大事な仕事があります。怖いんです、あの男たちが私を見つけにやってきたら。大丈夫、あの人たちは私を追って行ってしまったのよ。さあこれでいいわ。やっぱりどうしても行くんですか。行かないで、私を一人にしないで。できれば私もそうしたいわ。私には今も言った通り大事な仕事があるのよ。二度とあなた方のような不幸な犠牲者を出さないためにね。分かってくれるでしょ。いやいや行かないで、私はどうすればいいの。行かないでね、お願い。もう泣かなくていいのよ、あなたのそばにいることにするわ。本当ですか。本当よ。そしていくらかでも回復したら私と一緒に町に出て医者にかかりましょう。歩けなくても私が力を貸すわ。それならいいでしょ。すると我々は武器商人に。そして三日月が行方不明になった地点に向かうんだ。そうすれば三日月の捜索と同時に反乱軍をおびき出すことができる。反乱軍は封鎖されて武器を手に入れる道を断たれているんだ。だから必ず我々の武器を嗅ぎつけて出てくる。そうすれば反乱軍の秘密の陣地もわかるし、三日月の行方もそこでわかるに違いない。しかし隊長、その武器はどうするんです。少しぐらいの武器では武器商人には見えません。手を打ってきたと言ったはずだ。政府に出入りしている外国の武器商社を紹介してもらうことになっている。もうそろそろ来る頃だ。そうでしたか。要望のありました商社の方をお連れしました。こちらミスターサムスンです。私がサムスンです。どうぞよろしく。結構です、こちらこそ無理をお願いしまして。じゃあ早速計画を聞きましょう。大丈夫、信用できる人です。じゃあ早速聞いてください。どうぞどうぞ。どこにも見当たらんな、あの女。よかったな、どうしても見つけ出して消さないと大変なことになる。仕方がない、もう一度あの部落に戻って探し直そう。うん。わかりました。あなた方のおっしゃるように、その三日月とかいう人は反乱軍に捕らえられたに違いありません。私でお役に立つことなら喜んで協力させていただきましょう。ありがとう、助かります。では早速ご案内いたしましょう。好きな武器を選んでください。ええ、操作してもらいましょう。じゃあ私が。あなたお一人ですか。いけませんか。いや別にそういうわけじゃありませんが、どうせのことなら私の自慢の武器を皆さん方に見ていただこうと思いまして。それはどうも。せっかくですが我々にはまだ他にやらなければならんことがありますから。そうですか、残念ですな。私はこれで失礼します。どうもありがとう。ご成功を祈ります、この国のためにも。やっぱり見つからんな。おい、あの家の中は。まさかとは思うが調べてみるか。うん、音を立てんなよ。さあどうぞご覧ください。
をするんだ。撃て。サムスン、これはどうしたことだ。サムスンなんてのは表向きの名前、実は俺のことを。ブラック団ではヘンドリックと呼んでいる。ブラック団、迂闊だったな月光。我々はタルオスの政府軍にも反乱軍にも武器を売り渡してきた。莫大な資金が我々の手に入った。その上その武器で戦い続けているうち、タルオスは焼け野原となる。そこで我々はどうせずしてこの国をいただく。どうだ、明暗だろう。しかし何もかもブラック団の仕業だったのか。今頃俺の部下が三日月とかいう小娘の命をいただいているはずだ。お前はここでゆっくり俺が料理する。光栄だろう。残りの三人は後でゆっくりと消えてもらうさ。よく聞け月光。それは蜘蛛の巣織といって俺の得意の術だ。お前の忍法など歯の立つわけがない。関連するんだな。今日までお前のためにブラック団は散々な目に遭ってきた。だが今日こそその生き残りを止めてやる。もらうわ。怖かった？でももう大丈夫よ。